今日はまた最多を更新しまして北海道は7000人超えました7204人です亡くなった方も少し連日発表の数が増えていますね今日は12人の方が亡くなったと発表になりました札幌市内3465人、旭川が355人、函館が416人ということで札幌、函館、小樽がいずれも過去最多ということですね 前の週の同じ曜日と比べてみましょうカレンダーをご覧いただきますけれども、えー、先週の木曜日が5600人ほどだったんですが一気に増えて7200人ということになっています、えー、グラフもご覧いただきます依然としてその山の頂上が見えておりませんねんまあどこがピークになるのかまだしばらくはわからないという状況ですこれから増えていったらこの検査自体も追いつくのかどうかというところもそうですねで一方あの国の方でも全数検査をどうするのかという話も出ていますので まこれはあくまでも目安として今これだけ流行っている流行しているということを認識改めてする必要がありますね病床使用率ですこちらも数字が少し高くなりました全道が31.5%札幌市内は昨日時点で40%を超えて41.2%ですねこういう病床の体制をどうするのかというのも対応が急がれるところです